かなです。今日はザ・ ANA クラウンプラザホテルにやってきましたということで、久しぶりの登場となるわけなんですけど、今日はなんでここに来たかと言いますと、じゃん、ミスタードーナッツのファンミーティングにやってきました。これはちょっと私もよくわかんないんですけど、すごい縁あって参加できることになって、今日すっごい楽しみにしてきたので、中でね、どんなことをするかわかんないんですけど、まあとりあえず行ってみたいと思います。はい、付けをします。はい、お願いします。すげえ、これだって、これを首から下げるということなので、とりあえず受付が終了しました。はい、これをつけていくらしいんですけど、見て、もうこっちを向いて呼んでくれている、ポンズライオンが。写真撮影しますね。ただ触ることはちょっと、そうなんですよね。はい、あ、よろしくお願いします。すごい、どうしよう。めっちゃ可愛いんですけど。ごめんなさい。場所が F。ここだね。今日のセットが用意されております。本日のスケジュールが書いてあります。これ。すごい。まず1時にから受付だったんですけど。1時半に開会があって、次にミスタードーナツの紹介映像がある。で次に会長のメッセージがあって、でその後に意見交換会というものがあるそうです。で、まあ、皆さんの意見を交換するのかな、どんなことするのかちょっと分かんないんですけど、交換して、今度次会場を2時半ごろ移動して、こっから懇談会ということで、裏面に詳細を記載しております。さて、懇談会は、懇談会は岡山県内でのミスタードーナツショップを運営している加盟店の代表の方とか、あとは、ミスタードーナツの本部のスタッフも参加されているということで、ご意見とかご要望を、聞く会っていう感じで、こう皆さんいらっしゃるということですね。今日何人いらっしゃるんだろう、8人もいる、すごい。で、まあ、いろんな意見をね聞かれるということだそうです。でその時にドーナツが食べれるってことを書いてみるので、すごく楽しみです。はい、で最後に挨拶があって、記念集合写真があって閉会という感じの流れにざっくりなっております。どうぞよろしくお願いいたします。までの歩みをまとめた映像をご覧ください。 The Story of Mr. Donuts です。どうぞ。
アメリカで出会ったドーナツをぜひ日本の皆さんにも食べてもらいたいと思い、アメリカ・ボストンのミスタードーナツオブアメリカと事業提携をしようと考えました。ドーナツを通じてより多くの人を笑顔にしたい、その強い思いを持って1970年7月27日に事業提携の決意を固めました。この日を日本のミスタードーナツ創業の日と定めています。それに加えて少し私の方からも紹介させていただきます。まあ、全国ではそれの宣伝がありますよね。まあ、一時で1200近くまで行きました。ところがいろんな形で、スクラップアンドビル、まあ、閉店をしたり、あるいは脱却したりということで、今現在は980店。この5、6年は、減少傾向でしたね。ところが2年ほど前から、まあ、キッチンですとか、いろんなタイプを出すようになって、去年ほどです。ということですと、去年ほどですね、まあ、増加に、まあ、向かっているということなんですけれども。全国のことはさておき、岡山県ではどうかというと、岡山県の第一号店は1973年4月1日に岡山東商店としてオープン、第49位。では、これからの時間は、日頃皆様が感じておられるミスタードーナツへの思いやご意見。わずかな時間ですが、一人でも多くの方のご意見をお伺いしたいので、なるべく簡潔にお一人につきお一つの質問でお願いいたします。皆さんのご協力をお願いします。質問しにくいシチュエーションだというのは、重々ドーナツを召し上がりながら懇談するという時間も ありがとうございます。どうぞ。岡山で一番、人気の店舗とかってありますか？人気の店舗って何、一番売り上げ大きい？そうですね、お人が、まあ、多い店舗。はい、岡山県で一番、ドーナツを、多く販売しているお店は、倉敷市にありますイオンモール倉敷ショップです。他のお店も、一生懸命美味しいドーナツを作っていますので、ですね、お近くのお店にぜひお運びいただければと思います。ありがとうございます。ちょっと難しい話になるんですけど、この製造過程において一番関係してくる、まあ、気温とか湿度で、まあ、季節に合わせてこの油分とか水分量を変えて美味しいドーナツを作っていたりするんですかね？そうです。油分、油の成分そのものは変えないですよ。先ほど言ったその油の温度も一定なんですけども、まずクーラー、空調で質を一定していく。そして水もやはりその冬の水と夏の水が違うので、それをある一定の温度にしていく。油もなんていうか機械一定の温度になるので、で粉なんかもちょっと冷やしたりとか。部屋を空調か調整すると粉の温度も変わってくるということで、年間ある一定枠のことでやっていかないと、こう日本の場合は四季が変わるとか、そんな違いがあると思います。なるほど、分かりました。ありがとうございます。じゃあ次は会場移動して懇談会ということで行きたいと思います。隠してほしい商品とかたくさんあるから、ちょっと後でゆっくり聞きたいと思います。それでは第2部の懇談会を始めさせていただきます。新しい新作のドーナツを全国販売の前にいち早く試食できるということで、めちゃめちゃ楽しみです。はい、もうすでに見上げてる。袋の中に消毒液とウェットシートと、これは何だろう、あ、50周年のエコバッグと、かわいい、なんか
大人かわいいのミスドマグカップが入ってます。ちょっと開けてみます。かわいいです。え、かわいい。え、待って、めっちゃかわいくね。かわいい。こんな感じのマグカップが入ってました。すごいかわいい。ミスタードーナツカードは岡山でもね、もうファンミーティングに来ないと参加できなくて、社員の方も持ってる方はすごく少ないという、めちゃめちゃ貴重なミスドカードをいただきました。え、すごい。しかもね、ここお金もチャージされてるっていうことで、すごいですね。これが今日のプレゼントという。え、すごい。ミスドカードです。光ってます。めっちゃキラキラ。はい、じゃあ新しく発売されるこのチョコチーズタルトというね、フェイクとのコラボ商品をいただきたいと思います。めっちゃ美味しそうじゃない。これでもどうやって食べるの？これがついてるからこういう感じ。お、結構なんか柔らかい感じのチョコみたいなのが乗ってる感じで、出してから食べた方がいいかな。出してみよう。こんな感じで、わ、すごい。中にこういう感じで、あ、美味しそう。タルトだからタルト風にして、下はドーナツ、オールドファッション、チョコかかってるバージョンのオールドファッションのドーナツって感じですね。じゃあいただきます。上のこの茶色いこの部分が、色は茶色いけどすっごいチーズの味。新商品が欲しいです。はい、あ、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。すごいチーズの味だった。チョコレートっていうよりかはチーズの味の方がすごい強い感じの味でした。これがこれかな、リンゴクロワッサンドーナツレモンカスタード、めっちゃ美味しそうやん。で、リンゴクロワッサンドーナツカスタード、あ、いただきます。うん、うまこれ、めっちゃ美味しい。めっちゃこれ好きかも。これはすごいサクサクしてて、なんかこう中にリンゴが、このパイ生地の中にリンゴが挟まってる感じ。なんかアップルパイってパイとパイの生地の間にリンゴが挟まってるじゃん。なんかそのパイ層の生地の中になんかリンゴが練り込まれてる感じの味に、レモンの風味がすごいする。これはすごい合うし、あとこの上にかかってるこの砂糖のシュガーみたいなのがちょっと甘さがあってすごく美味しくて、あとすごい食感もめっちゃサクッてしててめっちゃ美味しい。思ったよりサクッとしてる。うん、これは美味しい。マジで美味しい。リンゴクロワッサンドーナツカスタード、なんか全然さっきのと味違う。まあ、こっちの方がちょっと薄い、まず生地が。で、パイ生地がガッてあるっていうよりかは、カスタードにパイ生地、カスタード、パイ生地みたいな感じで、カスタードを結構挟んである感じ。食べやすい。うん、さっきのよりは食べやすい。でもカスタードがあんまりっていう人は、なんかこっちの方がちょっと軽い感じ、そのレモンとかも入ってて食べやすいし、甘いのがすごい好きっていうのは人はこっちの方が
いいのかなっていう感じで、私はすごいこれが好きでした。マジで登録してます。あ、マジですか、ありがとうございます。すいません、もう、はい、あれも期間限定ですか。そうですね、なかったと思いますね。ヒートパイが大好きですごい短かったんです。あれがもうすっごい好きだったから、もうぜひ通年あのソーダ味ポンデリングの出してほしいです。めちゃめちゃ出してほしい商品よね、本当に。あとドーナツじゃないけど汁そばもすごく好きで、ドーナツもミスドの、そう、おそばも美味しいっていう、ああいうなんかサブメニューっていうか、そのドーナツじゃないメニューとかにも力入れられてるんですか。そうですね、はい、全部お店によってはちょっと出してないお店もあるんですけど、はい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 、ああそうなんですね。だってはい、あとハニーチュロも好きなんですよ。ハニーチュロでもナイアンズいつも結構夜になったらハニーチュロがなくって、家っぽい感じっていうか、なんだろう、ワインじゃないけど、なんかそういう味が特に感じるかもしれないんですけど、なんかお酒抜いてしまうと、物とか発生されるのが食べなくなっちゃうので、基本的に一切食べてる。ねえ、美味しい。でもうちこれ、これめっちゃ美味しいな。このミスタードーナツをどうぞよろしくお願いいたします。お気をつけてお帰りくださいませ。今日はとてもいろんなドーナツを食べれてすごく美味しかったです。あとは懇親会もいろいろ質問等を聞けて、とてもいい懇親会になりました。ありがとうございました。ありがとうございました。あ、すごい楽しかったです。残ってるぐらい楽しかった。ミストのファンミーティング初めて参加したけど、あ、なんでなんで売ってる、かわいすぎる。はい、ということで、初めてのミスタードーナツファンミーティングが終了しました。いや、もう今も余韻が残るぐらいすごい楽しくって、なんか最初どんな感じなのかなってちょっと実際あんまりよく分かってなかったんですけど、行ってみると実際ね、ミスタードーナツの会長さんのお話とかも詳しく聞けたし、質問とかももちろん皆さんから受け付けてくれたりとか、あとは創業から今までのミスタードーナツのね大きい流れっていうのはやっぱりあんまり、やっぱ好きだけどすごい知らないことの方が多かったから、すごい勉強にもなって、あ、こんな経緯があったんやなと思いながらまたドーナツをね食べれると思います。で、あとその後に新作のねミスドの商品を、いち早く食べれたっていうのももちろん嬉しかったけど、やっぱり各スタッフがちゃんとテーブルにこう配置されてて、岡山の人たちだけじゃなくってちゃんと本社の方からわざわざ岡山にねスタッフの方がたくさん来られてて、あとはその会長さんも普通にみんなの意見をねやっぱ聞いて回ってたっていうところがすごいなと思いました。で、みんなちゃんとバインダーでめっちゃメモ取ってて、だからやっぱりこうミスタードーナツのファンの人からやっぱいいと思っていることだったりとか、これからのね、こういう風ないい新商品を開発していこうとか、また復刻商品をね、意見で上げていくとか、また今後もっとリニューアルしていい店舗をね作って、どん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 ミスタードーナツまだまだこう開発していこうっていうすごい姿勢が見られて、スタッフの方もめちゃめちゃいい方たちばっかりですごかったなと思いました。はい、皆さんミスタードーナツね、ぜひ食べにお近くのねドーナツ屋さんにミスタードーナツに行っていただければなと思います。はい、じゃあありがとうございました。
今日の動画はいかがでしたでしょうか。いつも最後まで見てくれてありがとうございます。いつもね、皆さんからのコメントとか、DM とかめちゃめちゃ励みになってます。もうね、動画を作ったりするモチベーションにもなるので、今後とも皆さんどうぞ楽しんで見ていただけたら嬉しいです。よかったら今回の動画にもコメントしてください。よろしくお願いします。次の動画もお楽しみに。かなぺこインスタ始めました。岡山のグルメはこちらからです。インスタグラムで検索してね。